変長らくお待たせいたしました。本日もパイプロ実況の時間がやってまいりました。さあというわけで今回はオールマッチメイクリクエストですね、各パイプロ団体 WMW が4周年企画ということで皆様に募集をして、もうそれも半年以上前ですね、もう多分7ヶ月8ヶ月ぐらい前になると思いますが、その時募集をして、もうその募集はすでに締め切ってるんですけども、こんな試合見たいっていうやつやりますよっていうことでやって、でそれを、ぼちらぼちら再エディットしてお届けしているということになります。大変お待たせして申し訳ございませんけどね、まあコツコツやっております。というわけで今回は、エントリーいただきましたのがナルシーさん、いつもありがとうございます。エントリーしていただいた、マッチメイクしていただいた試合が、ジェイソン・ザ・テリブル、レザーフェイス、マサダ・ペンタゴン・ジュニア組対、アンドレ・ザ・ジャイアント、ビッグ・ショー、ザ・グラジエーター、ランス・アーチャー組ということですね。ということで、4対4の8人タッグということで、試合ルールはですね、一応ご指定いただいてたのが、4対4のイルミネーションルールで、最後の1人になるまでずっと試合が続くという形ですね。で、ロープチェックはオンで、反則カウントはオフになってますね。で、オーバーザトップロープ、場外にポイッと投げられたらそれで終わりと、粘ったらまだなんとか残るというやつですね。で、砂漠レフェリーが運のレフェリーということで、会場は有楽園ホールの方からお届けして、参ります。行きましょう。ファイト。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのSteam版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあということで、視聴者の皆様から、クレイジーオーディエンスの皆様から、リクエストをいただいているという企画、全部で40ぐらいのリクエストをいただいててね、これがね、一応僕の中でナンバリングしてるのが32番なのでね、あとこの間ね、ちょっと数えてみたんですよ。あと何人ぐらいレスラーエディットせなあかんのかなと思ってね。で、まあそれが終わったら、ちょっと私の自分のエディットしたいレスラーをちょっと何人かやらせてもらおうというようなことをちょっと言ってたので、数えてみたら、まだね、20ぐらいはいるんですよね。まあそりゃそうですよね。残り8試合ぐらいやらないといけないので、まあそれぐらいでいてもおかしくないということで、まだまだちょっと終わりが見えないんですけども、一歩ずつ進んでいけば、必ずゴールにはたどり着くだろうということでコツコツやっております。エントリーしていただきました皆さん、まだ残りのね、その8の中に入っている方、大変お待たせしてますが、お待たせして申し訳ございませんが、必ずやりますのでね、それまで諦めずにというかね、チャンネルを見なくならないようになっていただけたらと思いますね。頑張りますのでね。さあというわけで今回ナルシーさんの方がエントリーしていただきました試合というかメンバーですね、ジェイソンとレザーはすでにいると。で、マサダでペンタゴンジュニアが今回作って、あとアンドレも行って、グラジもいるから、ビッグショーとランスアーチャー、この4人、まあ、この8人中4人が、今回この一応初お披露目というかな、架空ファイプロ団体 WMW が新生になって、新生 WMW で、初お披露目、ブラッシュアップというか再エディットしたということですね。なのでその4人についてちょっと中心的に、どういう風にエディットしたのかというかイメージですかね、私のね。で、みたいなことをちょっと試合を見ながらお話ししていこうかなと思います。まずは青コーナー、ちょうど今戦ってますね、マサダですね。以前は、大日本プロレス、あと、フリーダムズ、あの辺の、デスマッチ系のインディー団体、日本のインディー団体に上がってて、海外では CGW コンバットゾーンレスリングでしたっけね、
まあそっちも過激なファイトスタイルで有名な、CZW に上がってたりとか、一時期なんかチャンピオンベルト、そっちのチャンピオンベルトも巻いてたんちゃうかったかな。あと WW、 なんかこれだけウィキペディア見てたら WWE にも何ですかね、あの上がったことはあるみたいなことは書いてあったんですけどね。ただまあでもそんなそういう小的なプロレス、どう言ったらいいんやろうな、まあ過激なファイトスタイルが好きな方なので、多分あんまりそういう WWE とかは似合わない感じかなと。まあ昔ね WWE も ECW がありましたから、そういう路線の人というところですね。でこの人ね、あのね、まあ日本で葛西潤とかとシングルマッチが平気でできるような、スキルを持つというか、まあプロレスセンスもあってということなんですけど、あのね、どう言ったらいいんでしょうね、ニコッとしないっていうんですかね。なんか葛西潤とかでもそのファンサービスじゃなく、プロレスというものを盛り上げるためっていう意味でそのいろんな表情をしたりするじゃないですか。だから時に優しかったりするし、めちゃくちゃ険しい時もあれば、やっぱり凄みがある時とか、まあそのいろんな表情があるんですけど、このマサダっていうレスラーはですね、常に怒ってる感じなんですね。それがね、なんかすっごい僕は好きなんですよね。まあだからなんていうんですかね、プロレスラーとしてそこそこのスキルがあるのに、そんなにメジャーじゃない、あんまり知られていないっていうのは、そういうところが影響してるんだろうなって思ったりする。だから人に言わせれば、もうちょっとこうしたらもっと売れるのにとか、もったいないよねとかってなんか言われそうな感じなんですけど、僕としてはこういうなんていうんですかね、癖のあるというか、変更な人が僕はすごい好きなので、そういう意味で、僕は好きなレスラーの一人ですね。で、まあデスマッチファイトが好きで狂気がたくさん使うんですけど、この方の何ですかね、得意なのが竹串を相手の頭にぶっ刺して、そのままその頭に串が刺さってる状態で、垂直落下式ブレンバスターとか DDT とかやるという、もう狂ったようなファイトスタイルなんですよね。でさすがにそれをファイプロで再現するのはちょっとできないんですけど、まあ、やろうと思ったらできるかもしれないですけどね。竹串の代わりにフォークを頭に突き刺すという、技をクラフトしてみました。残念ながらね、今日これがね、こんなわちゃわちゃした状況ですから見れるかどうかわからない。ちょっと場外カウントが進んでいきますよ。大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい。わちゃわちゃしてる状態なので見れるかどうかは難しいですけども、キャメルクラッチ、ファイプロワールドでいうところの拷問キャメルクラッチに入って、で相手の両腕を、これもこれ何やったっけ、ステープラーじゃない、工事用っていうのかな、アメリカでよく使うホッチキス、あれを、使うんですけど、これをね、これ誰やったっけな、どの方かに教えてもらったんですよ、この間生配信会の時に。マサダがこんなん作ってるんですよって言ったら、この間ホッチキス攻撃なんかファイプロあーじゃないスチームのワークショップで見かけましたよっていうことだったんで、それはダウンロードさせていただきました。なんですかね、日本で使う文房具のホッチキスよりも海外で使うガシャンっていう感じの板止めるみたいなね、建築用に使うようなあれがあったんですよね。うまく作っていただいてたんで、それも装備させましたということですね。まあそんなファイトスタイルの、まあちょっと恐ろしい系ですね。苦手な方は多分ダメだと思います。なんですか、こう肉体で勝負しようぜプロレスとはっていう方は多分ダメなマサだということでしたね。はい、次、じゃあ今出てるのでビッグショーに行きましょうかね。まあビッグショーについてはですね、これまた話長なるんですけどね、かつて各ファイプロ団体 WMW には、ジャイアント属性問題というのがございまして、まあアンドレ・ザ・ジャイアント、そしてジャイアント馬場、この辺の、スキルで、レスラースキルやったかな、ファイトスタイルか、ジャイアント、返し技がジャイアントで、レスラーのサイズが G、 ジャイアントの G、 この3つが揃うと、相手レスラーの技をあまり受けない、どんどん返していくというような、
スキルが身についてしまうので、これがあまりにも面白くないと見ててねっていうことになって、でその当時そのまだまあその当時もロジックは頑張ってやってた方なんですけども、僕はそのジャイアント属性があんまりにも面白くないっていうことの解決策として他にジャイアントを作ればいいんじゃないかと、まあそういう対抗できるジャイアント同士の戦いがそこで見せることができればみたいなことを僕は思ったわけですよね。でそれでそういう解決方法にちょっとその時は行ったので、ビッグショーも何ですかね、そのジャイアント属性を生かした特性を持つレスラーとして、相手の技を受けない強いレスラーみたいなのを目指したわけですよね。あ、これはペンタゴン、あ、頑張った、よかった、はい、いや、でそれだったんですけども、でも実際のビッグショー、史実に基づくビッグショーっていうのはあまりその評価が高くないというか、あんなしょっぱいレスラーをこんな強くするなんておかしいぜって実際コメントいただいたこともあるんですよ。でもその時の僕の考えではビッグショーはそういうつもりでエディットしてないですから、その声にはなんかなんですかね、真摯に受け止めれなくて何みたいなことを思ってたんですよね。でまあでもそれがでも真実だろうと、でももうやってもうたもしょうがないやみたいなところがあって、ただでもまあ今回はそれがいろいろあって、ビッグショーも出た消えちゃったので再エディットすることになったので、今度はもうその声を活かさせていただこうと。もちろんジャイアント属性なんですけども、どこかしょっぱいタイプにしようということで、ビッグショーの試合を、まあ、YouTube である分を、まあ、全部じゃない、もちろん、もちろん全部なんかじゃないですけども、まあ、できるだけ見て、ああなるほどなと、その WWE に詳しい方がビッグショーに対してあんなしょっぱいレスラーをみたいなことを言ってるのは多分こういうことなんだろうなというのをなんとなく掴んで、でそれでエディットしてみました。でそれがどういう風になかったかっていうのは多分ね、今この、8人タッグではわからないんで、またどっかあのシングルマッチの時にねじっくり、お話しさせていただいて、まあビッグショーをエディットした僕は自分で自分を褒めました。久しぶりにこれはうまいこと考えたなと、まあそのしょっぱさもなんか一応出るようにはしてみましたというところですかね。まあなのでただ単に相手の技を受けないっていうだけでなくて、ちょっとこうしょっぱさも出るようにというようなところですかね。まあうまく表現できてるかどうかわかんないですけども、そんなビッグショーで、残り2人、ペンタゴンジュニア、はい、今出てますね、マスクのね。でこのペンタゴンジュニアも先ほどちょっと話してたマサダと同じ、ようななんていうんですかね、ずっと怒ってる感じなんですね。まあマスクしてるから余計そんな感じなのかもしれないですけども、まあ荒っぽいラフファイトが得意で、ルチャの動きもまあできると。もともとはトリプレアにいて、その後ルチャアンダーグラウンドとかに上がってて、あ、誰か負けた、誰や、ビッグショーか、あ、じゃあビッグショー残ってる、あ、ペンタゴンジュニア負けちゃいましたね。その後今は AEW にいるという話ですね、なんですけども、今 AEW の中では中堅どころですけども、試合とか見てるとスキルはそこそこ高いという。あ、そう、ペンタゴンジュニアはね、そんなすごい荒くれ者のファイトを、荒くれ者のなんかイメージというか、その言動であったりとかパフォーマンスはその荒くれっぽいイメージなんですけども、試合はきっちりやるタイプなんですね。だから本当はいい人なんやろうなみたいなことがちょっと垣間見える、プロレスのフィルターを通して見るとね、ヒールなんですけども実は中身がいい人、きっちりとやる、試合を壊さない、あ、グラジが落ちたかな、はい、というようなところですかね。まあそんなペンタゴンジュニアでした。マスク、まあ、で、あ、ジェイソンも落ちそうになった、はい、ということで残り2人、ビッグショーが終わったから後で、あ、ランスアーチャーね、ランスアーチャーも今 AEW にいるんですかね。もともとノアに日本で最初に上がって、その後新日本プロレスに来て、ちょうどマサダアンドレになんていうことをする、これね結構よくできたと思うんですよ。でこうやってそのうち外れるという、このねグラグラやって外れる感じがね偶然の産物なんですけどね。はい、まあちょっとですよ、ランスアーチャーね、意外や意外2メートル
超えの身長なのに、ムーンサルトプレスするとか、ね、そういう身体能力の高さもありながら、ただその肉体、その肉体と身体能力も高いんですけども、シングルプレイヤーとしては日本でベルトとかを多分巻いてないはず。タッグのベルトは巻いてるんですよね。だからまだこうこれからというか、その何ですかね、最強外国人的な扱いはされなかったっていうレスラーだから、中堅よりもちょっと上ぐらいの感じかなみたいな、ところかなと思って僕がやってみました。ただ、オリジナルの技が多いので、その辺がちょっとエディットするときに、苦労もして楽しみもありと、いくつか技ランスアーチャー用に作ったんですよね。まあ、それも、まあまあ僕としては楽しかったので、そういうシングルマッチの時にまた見れたらと思います。さあ、ということで一応一通り各レスラーについて語りましたので、試合の方にレザーなんかしろよ。ちょっと試合の方に集中していきましょうかね。試合時間さあ間もなく、28分経過というところ、ちょうど残り3-3の状態ですね。オーバーザトップロープではありますが、その試合の権利があるレスラーが落とされたら、脱落していくということになりますので、今、ペンタゴンジュニアとグラジエーターが落ちている状態で、これであとナルシーナルシーさんが、お好みのレスラーだったのかなと思うんですけども、赤コーナーの方がこれちょうどグラジが落ちてるんですけど、グラジ以外が全員 G サイズなんですよね。ランスアーチャーも2メートル超えなので、ファイプロの一番大きい、ジャイアントサイズの G ですね。おお、これでジーソンが投げ飛ばされた。さあこうなると赤コーナーが3人、青コーナーが2人、さあこうなると赤コーナーの方が有利。この3人は強烈ですよ。もちろんスタミナの消耗が激しいとか、いうのはあるんですけども、この青コーナー2人がそれを切り崩せるかというところですね。さあ30分経過。これで長いレザーもぶっ倒された。さあ正田1人残る。このランスアーチャーがさあ活躍するか。ランスアーチャーのね、作った技で面白かったのがね、アイアンクローで、あっさりやっぱ強いな。 G サイズトリオがここにグラジエーターが混じれないのがちょっとかわいそうな感じもしますよね。いやー、強力なトリオでしたね最後はね。試合時間31分24秒、大旋回式の DDT、 これはいわゆる、F5 でしたっけ、誰でしたっけ、あの人がするやつですね。多分皆さん分かりますよね、あの人が、するやつです。はい、からの背面式片指固めでランスアーチャーが最後はマサダを仕留めて、赤コーナーの勝利ということになりました。そうですね、今後また、現在行っている、11PM シリーズ、今後もこういう形式でやろうと思うんですけども、前座、その前座で、こうまたお披露目してシングルマッチを組んでね、このレスラーの良さとかっていうのを出していきたいと思いますので、またその時によかったら、見ていただけたらと思います。というわけで改めましてエントリーしていただきましたナルシーナルシーさん、楽しい試合をありがとうございます。また今後もよろしくお願いします。さあ、ということで、オールマッチメイクリクエストの方がまだまだ残ってるんですけども、それでもね、あと7、8ぐらいか、7、8、8かな、次がですね、一応僕のナンバリングで33番、京さん、いただいてる試合がはやぶさ、リッキー富士、大谷久勝で田中正人で、黒田、金村、雁之助、五右衛門ということで、バリバリ FMW の8人タッグということで、大仁田が抜けた後の FMW のみたいな感じなんですかね。大仁田、ターザン、後藤がいないっていうような、ところで、時代背景は別にしたらいいかな、というマッチメイクをいただいております。
これね、エディットできてるのがはやぶさだけなんですよ。だからリッキー、富士、大谷、田中、黒田、金村、雁之助、五右衛門と7人エディットしないといけないということで、リッキー、富士をこの間とか今日収録前に、なんとなく作って、今から、鬼のようにテストマッチをしないといけないという状況なんですけどね、またこれもちょっとお時間いただきますけども、エディットできたら、必ずまたやらさせていただきますので、しばらくお時間いただいてということで、今日さん待っててください。さあというわけで、終わりましょうかね。エントリーしていただいている、もう試合はもうちょっともうエントリーの方は締め切っておりますのでね、これでたまにコメントでいただくんですよ。じゃあこのリクエストお願いしますとかね、ごめんなさいっていう風にさせてもらってるんで、それだけは一応言っときましょうかね。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。また本編の方もよろしくお願いします。ではまた。